リオハサウルスは装飾の源流客類恐竜の属の一つである。属名は、ホセボナパルテにより化石が発見されたアルゼンチンのラリオハ州にちなんでいる。山上気候期に生息し、全長は10メートルに達したとされたが、2010年にはグレゴリー・ポールにより、全長6.6メートルの見積もりが出された。現在知られている唯一の南アメリカに生息した。 リオハサウルス科である。頭骨のレプリカリオハサウルスは、重々しい胴体、太い足、長い首等を持っていた。足の骨は源流脚類のものらしく緻密で、重厚であった。対照的に椎骨は、多くの源流脚類とは異なり、中空の空があり、潜椎が3つではなく4つあった。リオハサウルスの姿勢に関しては、四足歩行という説と二足歩行という説がある。 四足歩行とする説においては、リオハサウルスは四つんばいで、ゆっくりと移動し、講師のみで立ち上がることは不可能であったとされる。前肢と後足はほぼ同じ長さであるとされた。一方、スコット・ハートマンは2016年にリオハサウルスが二足歩行であったという説を公開した。論文上では、2018年の研究でリオハサウルスは四足歩行として扱われている。 最初の骨格では、頭骨は発見されなかったが、後に保存状態の良いリオハサウルスのものとされる、頭骨が発見されている。歯は、この歯状で巨子がある。上顎には前面に5本の歯があり、後方には24本以上の歯の列が、目の下まで並んでいる。現代の鳥類や、爬虫類との胸膜輪の比較から周皮行性つまり、短い間隔で終日活動したことが示唆される。 多くの研究者からは、メラノロサウルスに近縁であると考えられており、三畳期からジュラ紀前期に生息した基地では、最大の源流客類である。しかし、イギリス、ブリストル大学の研究では、首の長い骨などいくつかの重要な点で独特である、ことが示唆されている。アルゼンチン、ロスコロラド層で発見された他の源流客類とは、確実に異なっている。 人との大きさ比較大きさ、死の構造を及びおそらく、メラノロサウルスに近縁であることから、最初期の竜脚類に近縁であるとみなされている。しかし、ピーター・ガルトン及びポール・セレノの仮説が正しいとして、つまり、竜脚類が原流脚類から生じたのではなく両者は、共通の祖先を持つとしても、リオハサウルスと真の竜脚類が共通の特徴を持つのは修練進化である可能性が高い。 ありがとうございます。